台風5号ですけれども、この後九州からはだんだん離れていく予想です。ただし雨の影響はまだ明日にかけても続くというふうに見られます。台風の現在と今後の予想なんですけれども、6時現在です。九州の西海上にあります。この後さらに西寄りに進んでいく予想でして、台風は陸地からさらに離れていく予想です。ただし台風を取り巻くこういった南からの湿った空気、これが西日本の太平洋側を中心にまだ流れ込む予想なんですね。でこの後も雨が続きます。トータルの予想雨量をご覧いただきますと、この後24時間でさらに宮崎県内多いところでは200ミリを超えてくるものとみられます。すでに宮崎県内100ミリの雨が降っているところもありまして、トータルの雨量が300ミリに達する恐れがあります。そして四国の太平洋側、こちらの方でも多いところでは150ミリを超えてくる予想でして、地盤の緩みですとか河川の増水、こういったものに引き続き警戒をしてください。でこういった形で台風5号は西日本の太平洋側に、まだ今日明日と影響を及ぼすんですけれども、その後も問題になりそうなんです。こちら週間の天気図をご覧いただきますと、ご覧の通り明日以降はですね、この台風だんだんとこう熱帯低気圧に変わっていくんですけれども、巡り巡ってその熱帯の気団が来週の中頃北日本に流れ込んでくる可能性があります。この段階では低気圧と表現されておりまして、前線が伸びておりますので、温帯低気圧の想定なんですけれども、持っている気団は元台風湿った空気ということになりまして、雨量がかなり多くなる恐れがあります。この前線低気圧の位置が少しでもずれますと、その雨の範囲も変わります。今のところは東北地方を中心として見ているんですが、引き続きそれ以外のエリアも最新の動向には十分お気をつけください。最新の気象情報についてはお天気アプリウェザーニュースでも随時ご確認いただけます。